どうも、エルザです。それでは、嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。今回はモグラちゃんたちのために花を集めるということなんで、まあ、お花を探しに回ると。危ない。これはこっちだ。まあ、王子危ない。王子。ああよし。まあね、モグラのために花をと。まあ、争いになるっていうのはまたすごいね。また鳥か。意外とこの影がね、大変なんだよね。お、火。おー。火にビビらないのか、こいつらは。じゃあちょっと先に対処しに行くか。怖っあの猫ちゃん何気に怖いんだよな。見た目優しいんだけどね。害はないんだけど、飛ばされた瞬間もう終わりが見えるからね。さて、進んでいって。はいはいはい。もうちょい奥だね。そのあたり。よし。ああ、狼だとダメか。やっぱ掴めないんだね。ちょっと待ってね、王子ね。やっぱいたね。はあ。結構深いね。あ、ここまで一緒に来ないといけないのか。モンスターはいない感じがするから、よし。おお。意外とね。意外とついてこないっていう。いやー、手つなぎたいんだけどね。歩いてもらって、さらに進んでもらうと。マジか。はあ、そしたら、ああ、どうだろう。そうか、今の落ちてしまうのか。それはだからそうね、意外と変身してからのこの攻撃モーションまでが時間かかるからね。今回もこいつに手こずるな。意外と強いんだよね。そうね、この日を取りに帰ってくるって感じか。いや、こっちでいいのか。あー、そういうことね。だから進みが悪かったんだ、ここ。はい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 。そういうことか。
さあ、目が見えない王子にとっては特にね、月の光は関係ないからね。これでいけるんじゃないかな。いやー、これは考えられてるわー、マジで。あ、左ー、ほっと、よし。これ置くしかないよねー。止まったってことは、壺がこの辺りにあるってこと？ランタンが。ははーん。まだ上で。トン、トン、惜しい。よし。ナイスリフティングやね。この上いけるわけだね。いや、でもこんなところに鼻が確かにできるとはないよね。できることはないよね、絶対ね。おー、おじー、あ、これは。おー、ギリか。危な。ちょっと一回火を。これで右側に進んでいく感じか。まだ行けそうなんだけどね、この上ね。なんかね。あー、ここの火つけれるわけか。あー、でゴール。はいはいはい、ここゴールね。ちょっと待った、今なんかあった気はしたけど、そうか、今のでもゴールか。な、火消えちゃった。よし、これであそこの火はつけてみようか。なんかイベントあるかもしれないしね。ほいほい。おー、ついたついた。だけ？あ、でも、おー、その高さ OK なんだ。よし、この上に行けるのがすごい気になってさ。上行けるね。ちょっと行ってみようか。ほっと、おお、どんどん上がっていく。そして暗く。あ、満月か。あー、なるほど。これはあれか。火をつけて、多分ギリギリじゃないといけないんじゃないかな。明るいままだね。
いや、消えたか。いやー、なんもないね。まあ、特にか。じゃあ行こう。まあでも、あれだね。満月の近くに行って、何も変化がなかったのはちょっと意外だったね。ようやくたどり着いた花畑を前に、姫は思わず息を呑みました。見たこともないような色鮮やかな花が一面に咲き乱れ、夕日に照らされて静かに揺れていました。これまで見た花畑の中でも特別綺麗で、姫はその光景に見とれました。いい香りだね、姫。うん、とっても。こんなに素敵なお花畑見たことないわ。本当に僕も見てみたかったな。姫は少しの間目を閉じ、胸いっぱい花の香りを楽しみました。そして王子にもこの景色を見せてあげたいと思いました。じゃあ、あの人たちのためにたくさんお花を摘んでいこっか。二人は両手いっぱいに花を摘み、モグラたちの巣に戻るのでした。二人は両手いっぱいに花を抱えて、モグラの巣に戻ってきました。モグラたちはたくさんの花に大喜びです。今か今かと待ちわびたモグラたちは、飛び跳ねたり、駆け回ったりして二人を迎えました。今順番に配るからね。姫はモグラたち一匹一匹に花を配ります。ですが、あまりのいい匂いに我慢できなくなった一匹のモグラが、バクる。姫の持っていた花にかぶりつきました。驚く姫をよそに、モグラはうっとりしながら美味しそうにもごもごと口を動かします。おいしい花、おいしい。花を受け取ったモグラたちは、香りを楽しんだり食べたり、大好きな花を思い思いに楽しんでいる様子。うれしそうなピスピスという鼻歌があちこちから聞こえてきます。王子はモグラの一匹とお話をしている様子。足りなくなったら頑張って取りに行ってね、と花畑のある場所を教えているようです。ありがとう、ありがとう。お礼したい。ゆっくりしていって、そう言って洞窟で取れる不思議な食べ物を運んできます。姫と王子は喜んで、モグラの言葉に甘えることにしました。その夜、二人は花畑にもう一度来ていました。初めに来た時に集めた花は、全部モグラにあげてしまったので、王子にもとびきりの花をプレゼントするために姫が連れてきたのです。夜はもう深く、時折雲間から差し込む月明かりと、王子の持つランタン以外に明かりはありません。その光に照らされ、花畑は静かに幻想的に輝きます。姫はこの花畑で一番だと思った一輪の花を王子に手渡します。そしてそのまま王子の手を握りました。
王子もはにかみながら姫の手を軽く握り返します。王子の手から伝わる心地よい体温を感じながら、姫は化け物のこととか嘘のこととか不安なことをすべて忘れて、このままずっとこうしていたいと思いました。そう、姫はこの時すっかり油断していたのです。不意に雲間から月明かりが差し込み、二人を照らしました。月明かりが差し込んだのはほんのわずかな時間、王子の手を握る姫の手が狼の手に戻ってしまったのもほんの一瞬。それでも王子に刻みつけられた恐怖の記憶を呼び起こすには十分な時間でした。王子の手を一瞬包んだぞわりとした感触、それは確かに王子の目を引き裂いた化け物が王子の腕に残したあのおぞましい感触と同じものでした。王子は恐怖に叫び出しそうになるのをこらえます。でもどうして姫の手があの化け物と同じ手に変わったの。王子は信じがたい気持ちでいっぱいですが、確かに自分の手を握る姫の柔らかい手が化け物の手に変わったのです。もしかして姫は化け物なの。王子は姫の手を振りほどき、姫から距離を取ろうとします。王子、これは違うの。姫は懸命に言葉で取り繕ろうとします。でもその言葉は王子には届きません。姫、来ないで。王子はなおも後ずさります。目の見えない王子はその背後に崖があることなど知る由もありませんでした。王子、危ない。崖を踏み外した王子に姫は飛びつき、なんとか王子の腕をつかみます。王子の手からランタンが滑り落ち、崖下へ落ちていきます。王子、反対の手も伸ばして、落ちちゃうよ。ですが王子はうつむいたまま、動く様子はありません。姫、嘘ついてたの。何を言ってるの王子。それよりも待ってて、今引っ張るから。でもか弱い姫の力では王子を引っ張り上げることなどできません。姫は本当は化け物なの。違うわ、きっと気のせいよ。お花が触れたのを誤解しちゃったんじゃないかな。狼に戻れば王子を引っ張り上げることは簡単です。そう分かっていても、どうしても王子に本当の姿を知られたくない姫は嘘を重ねることしかできませんでした。王子、お願い、手を伸ばして。姫は必死に王子のもう片方の腕をつかもうとします。王子は何も言わずうつむいたままです。間の悪いことにその時、月を隠していた雲が晴れ上がります。月明かりが崖の上の二人を照らし出します。全身をたっぷりと月光に包まれた姫の変身はすっかり溶けてしまい、言い訳のしようもないほど完全に狼の化け物に戻ってしまいました。あ、これは違うの。二度も自分の手をつかむ姫の手が化け物に変わりました。
王子の疑いは確信に変わります。なんで嘘ついてたの？もはや狼には言い訳の言葉も嘘も思いつきません。月？え？嘘つき。手を離せ、この化け物。それは狼にとって王子から一番聞きたくなかった言葉です。その言葉は狼の心を強く殴りつけます。息が苦しくなり、視界が涙で歪みます。こんなに心が痛くなったことはこれまでありませんでした。しっかり王子の腕を握っていたはずの手は緩み、化け物の手を振りほどこうと暴れる王子は狼の手から離れてしまいます。そして崖下へ落ちていく王子を狼はただ見つめることしかできませんでした。狼は王子が消えていった真っ暗な森を見下ろし立ち尽くします。何も考えることができず、ただ呆然としていました。どれくらいの時間が経ったでしょうか。やがて真っ暗な森の一部にパチパチと赤い光が灯りました。それはみるみる広がり、森は赤く染まっていきます。崖から落ちていったランタンの火が森に燃え移ってしまったのです。木々が焼ける音で狼はハッと我に返りました。王子が危ない、助けに行かないと。炎は次々と周囲の木々を巻き込み勢いを増します。狼はじりじりと体を焼く熱を前に、炎を怖がる本能で足がすくみました。怖い怖い。体は震え、涙があふれました。それでも王子がいなくなってしまう方がもっともっと怖い。王子！狼は炎の恐怖と戦いながら燃え盛る森へと飛び込んでいきました。はい、ということでちょっとね、ここで正体がバレてしまうと。しかも多分ね、もうちょいで魔女のとこつきそうな感じはしたんだけどね。まあしかもランタンから火が移ってということで、ちょっとこの先の展開も気になりますが、まあまずは王子を探すところからやっていきましょう。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。